どうも、エルザです。それではバイオハザード RE2 やっていきましょうということで、無事なんとかここまで来たので進めていこうかなと思いますが、まあ相変わらず怪我をした状態で、とこのバリケード壊れないのかね、それだけちょっと心配なんだけど。お姉さん大丈夫そうですか？おお、いた。どうしよっかな、ちょっと下がって、あ、落ちたね。よしよし、よくわからんが、よし。これ先に上行こう。音が嫌な感じがした。いや、こっちもこっちでだいぶ問題やな。組み合わせ、追っかけては来てないね。なんかある。これはなんだ、そういうパスワードが載ってる系はないよね。なんか出てきそうな気がするんだけど。お、鍵あんじゃん。鍵あんじゃんってことは嫌な予感しかしないんだけどさ。いやー、こういう一本道絶対なんかあるでしょ。そしたらちょっと2階も見ますか。鍵があるってことは絶対進みそうな気がするし。ん？あ、まだ大丈夫だったんだね。ちょっとちょっとここまでお客さん顔を、そう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 、はい、もう一発。いや、4発か。よし。いや、マジで5発ってなかなかじゃない？トン。よし。はい、ご苦労。なんかスチームが、これ絶対通れない気がする。おお、マジかい。マジか。ちょっと先輩、そこ隠れるところじゃないっすって、マジで。いやー、先輩で何もないですか、差し入れ。マジか先輩、ちょっと隠れんのするには場所が悪いって。なんかよくわからないの見つけたし今。いやー、マジでびっくりするわー。ポータブルセーフ取扱書と、リング上に設置されたと。特定の順番で押してくださいと。ポータブルセーフ。ほう。調べる。はい、調べる。特定の順番？え？ん？どういうことだ？あ、はいはい。あ、はあはあ。うん、1234、あ、違うね。1235でもない。1234でもない。このしらみつぶしの感じ。こっち、あ、違う。いやー、マジで、あの先輩許さねえ。いやー、あ、違う違う。あー、覚えないね。もうこういうのね。いやー、もう嫌になってくるわ。おお、できた。いやー、マジ、あんな隠れ方しなくていいよ、先輩も。マジで。もうお土産、もう一発ぶちまけてやりたいぐらいあるけど。あ、そうだ。アイテム取っていっとこう。いや、てか、こんなに、
ナパームか。こんなにさ、あの弾の消費っていうかアイテムのストックが多いとさ、結構大変だよね。あ、使うか。ってことは、これはもう下は意味がないから上に行けって感じか。そうだね、せっかくだしちょっとアイテム直してみようかな。ちょっと意外と邪魔なのよね。本当に。マジで普通に開けてくんじゃん。どういうことや。預ける。これ預ける。いや、こうだな。消耗品こうやな。よし。いやー、マジ、さっきのあのロッカーは卑怯やわ。まだ窓ガラスだけね。じゃあ戻って。でもさ、これ、ぶっ続けでやってるからまだいいけどさ、セーブしてなかったら、やばいんだろうね。102。あー、ガンパウダーかナイフかか。いや、203欲しいけどさ。2は弾が出るか。どうしよっかな。使う？あ、こっち。まあ、どうせ全部揃わないとダメだし。ただ、103。で、開けたところで、ナイフがさ、そもそも、まだまだ使えるんで、これは次戻ってきた時にしようかな。さあ、開けた。こっちではない。こっちか。さあさあ、このスペードの鍵がどれくらい使うかだよね、問題はね。一回きりなのかどうかなのよ、こういう鍵が。いらなかったら捨てればいいからさ。来たか、こっちだ。何？見てみろ。無事だったのね。知り合いか？ええ、レオン。おお。確かレオン・ケネディ。ああ、大統領。見た顔だと思った。あの場所なら2階の東側から行ける。2階東か。ありがとう、マービン。そしてマービン、もうここで死んでくれ。先にもう先に死んでくれ。いやー、一応つながったね。なんだかんだどこそこつながる感じか。そしたらさ、さっきのさ2階ちょっと気になるよね。あ、でもそもそも3階か。よし。そしたら、その前に、単純に部屋を一つ行ってみたいところがあるんだよね。地図が落ちてて、それを取り忘れてたんで、ちょっとそれを、取りに行きたい。あ、でも、ここクローバーか。そうね、作戦会議室行きたいね。おー、落ちてくるかい。めっちゃビビる今の。やめてくれ。いやー、マジか。あ、どうも。で、多分このあたり。おー、だいぶ開いた。タイプライター。こういう風に見れるってことやね。で、ここもある。書類。緊急事態、3名軽傷。デビットさんね。開けれないのか。ってことは、なんか、それっぽいアイテムを手に入れないといけないわけだね。じゃ、ぐるーって回っ、戻る感じでいいか。いや、ちょっとこっちからでいいや。いや、マジでびっくりした。もうほんとね、今までのイカの遊びがほんと遊びで済む感じだよね、このゲームやってると。
じゃあちょっと上行ってぐるって3回行きますか。ほんちょドンってちゃんと叩いてくるからね。そこはさあね、パスワードが分かってないから開けれないし、そう、まだね、暗証番号系がね、一つも分かってないんで。いや、マジ、ここ、さ、何もなさすぎるのが逆に。うん？マジか。マジか。なんだ今の。ちなみにライト消すっていうのはないのかな。よし調べよう。よし調べるぞこれライト消せるはないのか。四角×丸でもない。これ10でしょ。よし今のは何だ？ん？ファイルを確認する。はい。はい。ファイル？なんか気になるファイルあった。だよね。あ、あの中にファイルがあるってこと。あ、いや、あった。開いてる。生存者へ。まだ生き残ってる。風の地にしてプレゼントだと。ほとんど目が見え、ちょっと待った。さっきのやつか。皮が剥がれた黒野郎。目が見えないんだ。あ、目が見えない。ライトは気にしなくていいってことだね。ゆっくり歩け。デビッド。ゆっくり歩け。まあ、さっきからね、走ってはそんなないんで。走る元気がない。マジで。普通に走りたくない。緊急時以外は。びっくりした。今、影が。自分の影が。やべえな、このピエール。いやー、血がやばいね。ちなみに、ここは西倉庫。やべえやろ。ですよね。あ、でも音立てたくねえ。さあ、ぐるーっと回って。ないですね。これ絶対銃使ったらやばい感じがするんだよな。ある男の出記。畜生、彼らは私を切り捨てた。まあ、切り捨てるだろうね。バリケードの四方を起爆させれば全員まとめて、こっぱみじん。いや、やべえな。まあ、サイドパックゲット。おー、二つ開いた。ありがとう。C4 があるね。C4。ああ、ゲットできればなんか開けれるって感じか。さあ、上から降ってくるのはもう分かってる。でも行く。あ、開いてよかったー。お？声が聞こえますな。これ、あ、図書室？図書室？図書室だけど下はいっぱいいそうな感じがするね。ああ、おお、マジか。じゃあすいません。あ、失礼します。あ、普通に登れるね。よしよしよし。マジか、めっちゃびっくりした。いやで、これが、あ、なんかさっきやったけど、もう一つ動かす場って感じか。弾がもったいないんだよな。そんなガンガン弾が手に入る感じではないから。いやー、
そうね、そんな簡単に反対側行けたら気にしなくていいよね。さあ、図書室では静かにお願いします。お、ドン、絞っ、あー外したね、外しちゃったね。ささ、1、そう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 、そう止まって、よし。いやー、なんか貫通力が強いのが欲しいな、こうなると。いやー、マジか。よし、あ、そのまま、こっちが、こっちが準備ですね。ほい、あと一発、あ、オッケーかな、よし。ちっ、おお待て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 、すげえことになってるぞ。ちょっと待った、今見過ごさない。ナイフ月中の、あー、そんな並んで丁寧に。いやー、意外と外すなー。いや、意外とあのこう揺らぐ感じがむずい。ほんとまずいよ、弾がもうないからね。よし、やるか、やるか。ダメでしたねはい、そうか、やっぱナイフ弱いね。いやー、ダメでした。よし、これ動かせれる、ジャッキがないジャッキをつけるあれがない。そしたら、ん？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 なんか音が。よし、普通に登ろう。あれを動かさないと全体的に動かせない仕様か。結果いけないもんね。そっか、一回ぐるっと回ってレオンに会いに行くか、おとなしく。いやー、マジで図書館はね、静かにしてもらわないとね。これしかも倒してどうなるかっていう問題なんだよね。湧いてくるのか湧いてこないのかだけがすっごい気になる。はいはい、こっちこっち、はい、こっち。結構普通に入ってこないよね。うん、オッケー。そしたらガンパウダーゲッチュー、普通に入ってきそうな雰囲気だね。さあ、図書館はジャッキ、ユニコーンの像がある。来たねー、タイミング良すぎやろ。よし、お帰りくださーい。お帰りください。いやー、マジで。さあ、炎が見つかった。おい。大丈夫かな？よし、OK。そしたら、とりあえず弾込めて、出機じゃなく、ユニコーンが魚サソリ、水ガメ、魚サソリ、水ガメ。お、ユニコーンメダルゲット。うん、あれ開かない、ロックされてるか。じゃあ戻っていく感じか。いや、メインホール戻れるね。よし、あ、そこ下から行けないか。いや、クローバーか。いや、の前にアイテムないかな。これは
赤い本。赤い本。組み合わせて、これを組み合わせて、隙間を作って入れると。ちなみにこの赤い本は何？キーアイテム、本の形はプラスチック製のオブジェ。逃げられた。あー、これを後で使う感じか。よし。じゃあ次、こっちは開かない。上だね。いやー、めっちゃ血がついてたね。あそこ行きたいなー。いやー、てかそろそろ武器欲しいよね、単純にね。いやマジバイオハザードってこんな感じなんだね。さあ戻る。いやマジあの一瞬見えたキモグロ野郎は一体どこ行ったんだろうね。会わなくていいんだけど。でもこのあのタイミングで出てくるってことは多分ボス的な感じなんだろうね。さあさらに、ちょっと待った、何か持ってるね。あなた、いいじゃん、もう君には必要ないものだね。これ直すか。なんかあんまり使わない感じがしてきたな。いやそれでもってあの回復アイテムがない、ほんとないこと。これ結構弾とかほんと考えないと後半やばそうだね。積みそうな気がしてきたわ。左行ってメインホール戻ろうかね。じゃじゃこうか、こう行ってここやね。いやー一旦セーブしとこっかな。メダル入れてからでいいや。メダルをポチッとな。さあ第一段階。エリオットは正しかった。おう。頑張って。まだちょっとかかる。頑張れ頑張れ。どうせ君は助からないだろうけど。さあそしたら東の2階に行きますか。ちょいちょいセーブしてね。ねえ、弾に関してはさ、ほんとさ、足りないからさ。あー、マジで、こんなところにあったの。あちゃあちゃあちゃ、こっちこっち。普通に預ける。なんか結構重宝しそうな感じなんだよね、回復も。特には、これ以上相手はなさげか。さあ2階。あれ君普通にあるじゃん。普通にあるじゃん。そんなんでいいの。ライオン草取り。ライオン、なんか嫌な音がしたんで早めにやると。もうさ、これさっきのあのゾンビが来たことを考えるとさ、ドアを開けて状況的に沸かせすぎたらやばいよね。ある程度処理もちゃんとしとかないと。いやーね、そうだね。ライオンじゃなくて、あれは大型の猫やね。大型の猫やね。で、これが。あ、なるほど。まだつかんか。はー。鍵持っとこう。
マジか、意外と鍵使うのか。まったく、誰だよ使わないとか言ったの。いやーマジか、ちょっと鍵持っとかないといけないのめんどくさいな。やっぱアイテムの制限かかるって考えると、結構、あれだね。もっとダメージを食らわないって大事そうだね。バリケ、ナイフはまあ保険として2本持ってていいとして、だよね、ナイフは本当2本持っとかないとやばいな。ちょっと開けられるとか開けとか。いやーマジか、1箇所だけにしか使わないと思ってたら、2箇所か。おい。ガチャッと。で、あれ俺ここ開けない方が良かったんじゃね。絶対開けない方が良かったよね。これ通ってくるよね。いやー、しくった感あるなー。まあいいや。だいたいこういうのを変に勘がさえるから嫌なんだよな。いや、ある意味あそこはゾンビだらけだったけど、あえて閉めてた方が平和だったかもしれない。そう。待合室。もうすでにアイテムがいっぱいと。お。いや、金庫じゃなくて、あ、そっち。じゃないとダメか。ラクーン観光。美術館を警察署にしたのね。あ、それでこんな入り組んだ感じなんだね。で、さらに使うと。いや、めっちゃ鍵使うじゃん。アイテム整理する。三角がついたままか、捨てることができる。あ、っていうことはもう使用しないってことなんだ。あ、じゃ、いやいやいや、三角つくじゃん。いや、じゃあ捨てまーす。多分使わないってことだろう。わざわざの説明をしてくれたということは。やばい声しますね。さて、バリケード、あ、バリケードは重ねれる。ここ、あ、クランチがいる感じだね。めっちゃ左側で音がすんだよ。あ、王様。これは、あ、カード。これはちょっと持っておきたい。これは、うん、普通の雑誌、コレクション系かな。お、あ、はいはい、ガッチャンコするわけね、ガッチャンコ。違う違う、君じゃなくて、こっちだね。で、これと、これ、絶対そうだよね。持たせる感じだもんね。はい、使う。ほう。短い杖。で、短い杖何に使うの。まあいいか、先進もう。ここはもうアイテムがない。ぐるって回る感じか。いやー、出てきそうな感じがしてね。おお、なんか、なんか嫌な予感しかしない。めっちゃ突っ込んでるね。おお、これは確実に助かってはない。てか、よく爆発しなかったな。あ、しかもグリーンハーブがある。いやー、ちょっとこれは合体まださせたくないなー。さあ、一旦外来ましたね。おい、クレア。お、
レオンが、いやーてか意外とゾンビ合わなかったね。いやだいぶ拍子抜けな感じは。あ、やっぱ燃えるのね。ダメか。レオン、私たちいつもこんな感じね。大丈夫か、あのヘリコプターが急に現れて。ええ、平気よ。鍵はないよな。ええ、ないわ。でも会えてよかった。そっちはどう？なんとかやってる。とんだ夜ね。ああ、君の兄さんは？それなんだけど。タイミング良すぎやろ。さあ、なんか来そうやな、この感じは。レオ、何が来るかな。来ちゃいましたね。俺はいいから、安全な場所へ行くんだ。ダメよ、フェンスが持たない。早く行って。生き延びよう。絶対に。いやー、レオンめっちゃイケメンやね、それにしても。そう、あの、めっちゃいるじゃん。大変よ、こっちはゾンビだらけだわ。マービー、聞こえてる？マービン。さあ、マービンがこれでだね。ああ、どうしよっかなーとなると、もう組み合わせるしかない。嘘でしょ。で、ついでにこれも取っておく。こういう時はね、冷静にアイテムだけ取っときたいね。で、上が上がれない感じになるのかな。お、うん、聞くからにゾンビの感じが。あ、一応こっちからも戻れるんだ。じゃあせっかくなんで下から。そしてアイテムがあったね。いやー、こんだけアイテムがあるってさ、基本的に出てくるでしょ、今から。なんやかんや。さあ、動かないかな。いや、いったね、先輩。先輩、いやー、マジでやめてくださいな。いや、マジでよ、マジで。いやー、しかもそこ閉めれなかったね。よし、さあさあ、よし、さあ、あー、弾がない。えい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、お客さん。よし、おー、また来るね。ちょっと待った。ここ使う。どっちだ。さあ、先輩ちょっと頭貸せや。よし、もう一発。よし、まだ先輩耐えるね。よし、先輩の前に君も。いやー、てか普通にこう室内に来るのがびっくりするわ。いや、ちょっとちょいっと開けさせて。ちょいっとね。あ、まだいた、まだいるじゃん。マジかー。まあ、こっちは来る心配はなさそうだからいいんだけど。早く、早く開けて、早く。マジか。あ、いいっすね、いいっすね、その、あー、くそ。よし。どう？おー、危なー。すごい人は嫌われるよっと。あ、やべ。さあ、すぐ一旦離し、ここはちょっと倒しとこう。ちょっとめんどくさいな、いろいろ。よし、さあ、ナイフ。あ、ナイフは組み合わせることもできるのか。これを使う。いやー、マジか、びっくりしたー、今のは。もうね、散々同じ手でやられるのはちょっと尺なんでね。いやー、これで
後ろから声がした。危な、いや目の前いたのか。ちょっとごめんね。いやーマジか、難しいっすよ先輩当てるの。よし、んでここは来ないんだね。いやこれは置いておこう。先行手榴弾投擲。ちょっと待ってね。これと組み合わせるな。いい。そしたら、おアイテムボックスが、いやーこれはもう使い切ろう。いった。で、こっちが重要なんで、こっちゲット。で、なんか他にそれっぽいアイテムは強化、強化、強化。よし、置いとく。これは電子ビ、ああ、これも絶対使うよね。なんでこんなにいるものが揃うんだ。よし、とりあえず、通れるようにしてしまって、もう一回戻ってくるか。それが無難な感じがする。ああ、ガンパウダー。よし。よし。大丈夫か？よし。とりあえず、もう一回戻ってこよう。ああ、そういう感じか。で、開ければ、ここが通るって感じか。いやー、意外とアイテムが。いやー、使う感じでもないしなー。ここは懐かしの。こうなると、通れない。いやー、ちょっとめんどっちい感じになってますなー。いや、こんなアイテム埋まる？捨てるしかない、ナイフを。で、戻って、これゲットの、戻って、ぶっ刺す。で、開くから、さらにアイテムを、回収で、これで中央戻れるね。いやーでもさ、こっからめっちゃ抜けてくるよね。さあ預ける、預ける。使う感じだな。この3つは何に使うかよく分かってないが、よし、先にちょっととカードキーを回収しに行こうか。いやー、なんか軽く作業になってきてるんだよね。先行は何かしら、あーで帰れるというね。あ、違う、これは組み合わせ破るんかい。あとはマップ的に、グリーンハーブがあるからグリーンハーブ回収して、でガンパウダーが、ガンパウダー意外と欲しいんだよね。ちょいちょいね、今ね整理してますんで。いやーね、あんまり相手ができないって考えると、さあこれ繰り返すしかないんだよね。先行はいいや。てかゾンビ先行効くの？いやーねー、もう十分気を紛らわしていただいて見てる皆さん、ね、多分僕今若干作業になりつつあるんで、だいぶ
気持ちがね、あのだいぶあれよ、気がらきよ、あれしてこれしてあれっていう、あのゾンビにビビってる場合じゃないっていうかね。ただ不意打ちが来たら一番やばいやつやね。さあ、ただこのアイテムさ、これはこっちの2階で使えるんだよね。そう、ゾンビは目が見えるのかっていうね、先行を持ったけど、先輩ちょっと何もアイテムないんすか。ここはあかんな、いい。で、おお、マジか、いきなり目の前に来たねー。抜けまーす。あ、よし、このよろめいた隙に抜けて行きたいが、だよね、なんか今一瞬見えたんだよね。これで、いやー、マジか、いた、一時しのぎじゃん、全然やん。お、電子部品、あー、これは C4 かな。あ、ハーブの先行の板 CAD だね。これは取っていく。はい、開けろ。CAD があって、こっちだね。さあ、カードキー、さあ、開いた。おー、ショットガン、いや、グレネード、 GM、 あー、グレネードだね。 R1 でダイヤンクキー、へー、いや、普通にやべえやつな。ちょっと、持てないね。そうか、ナイフはここ切っぱなしでいいとして、まだね、まだちょっと後で、こっち行って、ここで2階上がっていって、でもアイテムがガンパウダーとかいらないのが R、 なんかすっげー後ろから声聞こえたけど、しかとして、とりあえず、預ける。そして、上のスチームを開ける。多分それだけでアイテムが消費するはずだから。おー、先輩、ちょっと聞いてますよ。あ、落ちたね。よし。ナイス、先輩。こっちじゃない。もう一つ上だね。あ、CAD だったよね。どこの鍵かがよく分かってないけど。もう一つ上か。CAD。さあ、開くかな。というか、開いてくれ。ABCA?違う感じだね。そうか、ここじゃないか。違うか。そうなると。また違う場所か。あ、そうだ、スチームこっちか。いや、違う、下か。いやー、似たようなマップだけなんだろうけど、どこに何がいるかがあるかが全く分かんなくなってくるね、こんなん動いてるとね。お、なんか突っかかる。ここが
いや、ないね。じゃあ、とりあえず、ここ止めて、アイテムの隙間作って、なんもないかな。なんもないね。いや、絶対動くでしょ。ね、絶対動くでしょ。絶対動きでしょ、ね。なんでもって後ろから持ち来るっていうね。よし、OK。ここが、まあ、ガンパウダー、何もなし、アイテムも特になし、新しいところか。いやー、ちょっと待った。なんでこんな強力な弾がこんな出てくる？行くしかねえか。いやー、なんかやばそうだよねー。なんなら俺グレネード、いや、あるか。2発でいけるか。いやー、いったねー。やべえ、やべえやつが。ちょっと失礼しまーす。マジで？あんなん出てくんの？よし、よし。何事もなかったかのように。電池。絶対これこうでしょ。おお、そうだろう。はい、所内閲覧。1階西側、3桁ナンバーか。あ、これはでも左9157。うーん、なるほど。いやー、これちょっとセーブポイントまでどうにかして戻りたいな。内側は、あ、サブマシンガンがある。めっちゃ欲しい。ロック。なんか、かかってるみたいですね。ここに何かを刺せと。そんなん、なかったよね。アイテム。解毒か。なんだこれ。消えたね。あー、害虫駆除。害虫駆除か。いったもんやな。オーケースプレー。あれ、これだけ？線香。あー、なんか来ればここでアイテムが手に入るって感じか。ってことは何かしら持ってこないといけないっていう感じだね。いやー、出ていくのか。いないね。よし、よし。とりあえず静かに、静かにね。めっちゃ近くいいんじゃん。やべえよ、動きが。え、君下張り付くの？聞いてないんですけど。やべえな。やべえな、やべえな。はい、もう一発、もう一発、もう、加減してる場合ではない。よし、よし。いやー、どんな問題？よし。
そのプルプル動くのやめてくれ。大丈夫やね。よし。いやーびっくりした。なんか声するなーと思ったらめっちゃ目の前いたもんね。いやー心臓悪い。あ、ここダイヤか。はい、これで開けると、いやー、あれ、ユニコーンの部屋に来るのか。これで繋がったね。こんだけアイテムがあって武器庫もある。シャワー室にダイヤルで、ジャッキ。結構こっちの部屋をどうにかしないといけないっていう感じだね。マジかー。いやー、アイテムをこう探し回る回が一回ありそうだな、こうなると。いや、マジビビるわ、あんな。大丈夫か？大丈夫か？よかった。生きてるわ。生きてるけど、やばいよね。いやー、マジ。もうサクッといったのがいいんじゃない？いやー、マジか。でも、まあ。いやー。アイテムが。まあでも、そうだね。これ、これは預けて、これも預けて。これは、意外と捨てて OK。もう使わなかったからね。で、こうでしょ？並び的に、こうだな。こうやな、貴重品ここで。いやー、せっかくだからいろいろ回したいのもあるんだけどね。いやー、危な。倉庫の鍵も取り出して、なんかこんな捨てれる状態があるってことは、そもそもアイテムボックスすぐいっぱいになるんじゃないか。なんかそんな気がしてならない。よし、じゃあ、そうですね。キリがいいんで、今回ここまでにしましょうか。いやー、面白いんだけどさ、あまりにもこう近すぎてびっくりする。いやー、でも、まあ。一応、序盤は中盤ぐらいまで来てるんじゃないの？よくわかんないけど。結構アイテムはね、何かと手に入ってるし。いや、ショットガンじゃなくて、しかもグレネードか一発ね。いやー、よかったよかった。はい。ということは、動画を見ている方は、ここまでですね、となります。まあ、次回はこの続きからで、結構アイテムが取れてないところが多かったりするんで、金庫とかね、いろいろあるので、ちょっとそこ探しつつ、またこう広げていく感じに行こうかな。多分次、コイン集まる気がするんだよね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。そうですね。また次回、バイオハザードの方やっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。そうだね。ライブでやって、ですね。で、ライブを見てる方は、こちら、2部だね。2部として動画が上がりますので、そちらもお楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。